はい、どうもタンタンです。今日はちょっと変わり種一本ご紹介したいと思います。ウーマウクレレから入荷したんですけれども、こちら、はい、ちょっと変わってますよね、見た目明らかに。これパルス KC というモデルなんですけれども、ボディはオールアカシアでございます。で、ですね、何が変わってるかと言いますと、まあ、見ての通りファンフレットといって、まあ、この辺りを中心にこうちょっと扇状にフレットがこう4弦側に向かって広がってる感じなんですよね。まあ、これによって各弦のこう音のバランスが一応良くなるといった感じで、で見た目のなんて言うんだろう感じよりは全然抑えた感じは実は違和感ないんですよ。結構普通のウクレレっぽく弾けます。まあ、4弦に向かって要は弦長がちょっとずつ長くなるわけですよね。なのでかなりこうやっぱりなんとなく全体のバランスとしてはこの低音域がピッチも感もいいし、しっかりとローが効いた感じで出てくれるので、普通のウクレレの軽快な感じよりもぐっとこうなんていうのかな、落ち着いた雰囲気というかそんな感じがいたしますね。うん、見た目の雰囲気はね、多分皆さんパッと見てやっぱり弾きづらそうかなと思われるとは思うんですけれども、案外そんなことなくて、ちょっとこれはこれで面白いのかなと思います。ちょっと変わり種な一本としてね、こういろいろウクレレ持ってる方なんかは一個あるとちょっと面白いのかなと思います。はい、ということでこちらウーマウクレレからちょっと変わったこちらのモデル、パルス KC ですね。コンサートサイズでオールアカシアボディのパンフレットモデルでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。